鷲田寛治を演じました佐藤浩市さん、お願いいたします。どうもこんにちは。こんな地味な作品に、まあ、こんだけ人が集まっていただけるというのは恐縮至極でございますが、まあ、人というのは非常に自分勝手な思いの中で生きながら傷つき、また人に救われるというそういうものの繰り返しだと思います。そういうことを描いた作品です。どうか皆さんよろしくお願いいたします。椎名敦子を演じました本田翼さんです。こんにちは。椎名敦子を演じました本田翼です。今回この映画ターミナルという作品に参加できて本当に嬉しく思っています。そうですね、今日はどうぞよろしくお願いします。大下一流を演じました中村獅童さんです。どうも中村獅童です。よろしくお願いします。今日はお集まりいただきましてありがとうございました。浩市さんと映画では初めてご一緒させていただきましてとても、嬉しかったです。どうもありがとうございます。森山拓司を演じました和田正人さんです。和田正人です。本日はお集まりいただきありがとうございます。終着駅は始発駅であるという言葉を聞いてこの作品に関わった時にとてもなんかこの映画からが僕にとっての俳優としての始発駅になればいいなと思ってそんな気持ちで取り組ませていただきました。どうぞよろしくお願いします。そしてこの映画の監督になります篠原哲夫監督です。どうも篠原です。こんにちは。原作をいただいて、じっくりとですね俳優さんと、スタッフと、力を入れて撮ることができました。最果ての町、釧路に持ってですねほとんど撮っておりますけれども非常にその北海道の風景を借りながらも、すごくですね男が駅にやってきてそして出発していくと、まあ、地味かもしれないけど最終的にはすがすがしい気持ちになってもらえる映画を作れたと思います。今日はどうもよろしくお願いします。ありがとうございました。まあ短編の映画化だということで非常にその60ページ前後の作品を2時間前後の作品にするという場合の肉付けの仕方が非常に映画的には膨らみがあるなと思いましたし、で、まあ、桜井さんのお話に必ず出てくる登場人物というのは何かが欠損欠落しているというそういう人たちがお互いに触れ合うことによって、まあ、埋めていくというより前を向くことができるという、まあ、そこら辺のところを作風を壊さないようにしながらどうやって我々が映画として、3次元で体現できるか、そこら辺のところを、篠原さんと話をしながら、なんとかやっていこうかなと思いました。はい、ありがとうございます。本田翼さんはいかがですか。はい、脚本を読んだ時に一番最初といいますか結構冒頭の方にも、まあ、佐藤浩市さん演じる寛治さんと小野真知子さん演じる2人の役で結構こう衝撃的なシーンがありましてもうちょっとこれ以上はネタバレになってしまうんですけど もうそのシーンからこうどう展開していくんだろうってこうドキドキしながら読んでたんですけども、はあ、こういうふうに最後は終わるんだなとこうちょっとじんわりくるような温かいものがありました。はい、ありがとうございます。中村獅童さんはいかがでしょうか。地味な話だなと思いましたそこがやっぱりでも役者としては非常にやりがいのあるところですし、まあ、これだけエンターテインメントとかこういろいろ派手な映画が多い中でこういった古き良き時代の日本映画なんかそういった匂いがしましたし本当にその作品に参加させていただくことが非常に楽しみでした。はい、ありがとうございます。やばいなとおい大丈夫かおいプロデューサーに本田翼で行きますよおいおいいやいや、まあ正直言ってその本田翼さんと僕は前にテレビドラマでワンシーンだけ本当すれ違うような役をご一緒させていただいて、でその後まあ彼女がやられてきた作品というのはまあおおむねその等身大
非常にご自身に近い部分含めてそういうふうな役柄が多かったわけで、今回まあこういう環境の中で生まれ育って自分がそういう夜の帳に生きているというその若い女の子の役というのは、彼女がどういうふうに体現するのかなっていうことに対してやっぱりちょっと一抹の不安を持ったというのは正直あるんです。でそれがまあ現実にまあちょっとワークというか、お二人で二人でちょっとこう、あ、彼女がずっと稽古してて僕もちょっとそこに参加させていただいて、でその後に作品に入って数日間経って、まあ確かまあファッと見てて確かにそうだな、服の上から見える傷、そういう役を演じるのではなくて、やっぱり傷というのはその心のひだであるように、その一枚一枚洋服を脱ぐように脱いでいって裸にならないと傷口ってのは見えないもんだな、だからあえて、不幸な女の子でございっていう女優さんが来て、この役でぴったりでございみたいな子がやるのであれば、やるとしたらば、それは確かに違ったなと。でちゃんと彼女自身がそのこの役の中の厚子という女優さんを自分の中で自分の中で咀嚼、ちゃんと自分で吸収して自分のその本田翼の厚子という役にしてくれてたのを見た時に、あ、この子でよかったんだと。皆さん安心してくださいちゃんとこういうオチが待ってましたよ、はい、そう思った次第です。だそうでございます。本田翼さん、いや安心しました、いやすごく、いや私自身はその佐藤浩市さんとこういう、まあ、ほとんど二人芝居をやるっていうのは本当に、まあ、緊張もありますし、でもやっぱり逆にもうこの年で佐藤浩市さんと二人芝居できるチャンスっていうのをもらえた嬉しさといいますか、どっちもこうあってでしたね、はい。どうだったんですか、そうやってあの今お話の中でクランクイン前に稽古で佐藤浩市さんがいらっしゃったって言って、はい、そこでこうお仕事をしていて何か感触は。そうなんです、あのプロデューサーの方と脚本家の方そして監督と一緒にあのワークショップといいますか演技レッスンをさせていただいて、クランクイン前にで、それにその佐藤浩市さんも何回か来てくださって、はい、なのであのクランクイン前にきちんとそういう自分のお芝居を固めることができたので、だいぶこう気持ち的にはプレッシャーを少なめにこうクランクインできたと思います一つあのハードルを上げときますと、はい、冒頭で東京で裁判所のシーンを全部撮ってて、はい、彼女のラストの裁判所のシーンを最初にスケジュールが入ってたんです、はい、でちょっとそれだけちょっとプロデューサーにお願いして、これはちょっと無理だろうと、うん、大変申し訳ないけどこれはやっぱり北海道のロケが全部終わってからそれは非常に整合性がないというか制作上ではね、だけど最後に撮っていただけないかというお願いをしていただいて、そうさせていただいたんです、だから彼女の裁判所の最後の芝居には期待してください本田さん、ハードルが、はい、でも佐藤浩市さん優しいですよね。とてもお優しい方です、はい、とても、はい、感謝していますじゃあそれを見てた篠原監督はお二人のこう、ね、共演しているその絵っていうのはこう稽古を見てて特にどういうふうに感じられたんですか。あの、まあ、稽古も現場もですね、まあ、あのこの本田君がですね、まあ、あの浩市さんの中にこう食い込むような役柄なんでね、ずうずうしいんですよね、すごくね、割とね、こう物おじしないところがいいところだなと思いましたし、浩市さんそれを受けて悪いところは指摘しながら非常にそのなんていうかな、こういいリハーサルだったと思うし、現場においてもあのやっぱりどんどん変わっていくんですね。で、まあ、だから結局その彼女の持ってる天真爛漫のある種のこうあの人に食い込む感じがですね、この役には非常に合っていて、小石さんそれを受けて非常にこういいこう共同作業っていうかいいこうなんか触発をお互いにされてたんじゃないかなっていうふうに僕は思って見てました。正直吐きそうなぐらい緊張しましたあの僕が演じる役っていうのはその佐藤浩市さん演じる鷲田寛治のもう二十数年、生き別れている息子の情報を唯一持っている役で、まあ、何の気なしに僕が
その息子の話をすることが、鷲田さんにこうさまざまな、心境の変化を生み出すっていうものだったんですけれども、割とクライマックスに近いシーンで、またそこでもこう大切なお話をするんですけれども、そこでこう段取りの段階からリハーサルの段階からこう佐藤浩市さんの目にこう涙がこう浮かぶ、毎回浮かぶところを見てて、その涙に何かこう、作品としてのっていうのはもちろんそうなんですけれども、佐藤浩市さんのなんかこうその涙一粒にこう人生が凝縮されてたんじゃないかっていうようなものを勝手になんかこう感じてしまったというか、で何かこうすごい僕自身がそれを見ながらこう感動してしまう、あんまり感動する役ではないんですけど、でもちょっとすごくこう感動してしまったっていう、はい。僕俳優を始めて、今年で11年目になるんですけれども、本当1年目の、舞台からスタートしまして、で、2作目ぐらいのこのちょっとこう俳優としてなんかこうとても怒られたり、とてもなんかこうなんかその俳優として生きていくことの難しさっていうものを教えていただいたその時の演出家さんが、今回 の脚本を担当された長谷川先生だったんですね。でなんかそこでなんかいろいろと教えていただいたり、叱咤激励されたことが何かこうその後の10年こう俳優として生きてきた中でなんか培われたっていうものがありまして、で僕自身あまりこう映画っていうものをあまりこう経験してきてない中で、10年経ってここから新たな、また10年11年を生きていくっていう中で、今回また長谷川先生とこうやってご一緒させていただいたっていうのは、何か僕の中でちょっとこう大きな出会いっていうものをこう感じている、そんなことでした。はい、ありがとうございます。やっぱ出会い、役者っていうのは全てにおいて出会いだと思いますし、こうやって皆さんとの出会いもそうですし、作品も出会いだし、監督との出会い、いろいろな出会いがあると思うんですけど、やっぱりそうですね、例えばいっぱいあるんですよね、運命を変えた出会いっていうのは。例えば、思春期の頃になかなか君は歌舞伎、お父さんが歌舞伎役者じゃないから主役やっていくのは難しいよって会社の方が言ってくださったんですけど、それもある種運命の出会いだなって。じゃあ自分で自分らしい生き方っていうのをやっぱ追求していかないといけないと思ったのもその瞬間ですし、勘三郎の兄さんもそうですし、作品で言えばやっぱり先ほども小石さんがおっしゃってくださいましたピンポンという作品との出会いでもやっぱり自分の人生が大きく変わったと思いますし、やっぱりその人生のポイントポイントで必ずこうそういう出会いがあるわけですね。で最近気づいた、40過ぎて気づいたのが、やっぱりいろいろなことにチャレンジさせていただいて、先月もその前も新作歌舞伎をやらせていただいたんですけど、それはやっぱり歌舞伎以外のお仕事、映画の世界であったりとか、歌舞伎以外の演劇で出会った方たちと新作歌舞伎を作らせていただいたんですけど、やっぱりだからそういった一つ一つの出会いが人生を変えたし、それをやっぱり今新作歌舞伎としてそういった仲間と芝居を作れるようになったってことは、やっぱり出会いっていうのは本当に人生何があるか分からないし、やっぱりこれからも一つ一つの出会いを大切にしていきたいなと思いますね。はい、私自身は、この今回の作品ターミナルという作品、自分自身こうずっと明るい役であったり前向きな役であったりそういうものが多かったんですけど、そんな中でこういう少しこう孤独を抱えた女の子っていうことを演じさせていただけた作品ということで、ほとんど初めてだったので、そういう役というのは、今回この作品に出会えたっていうことは、その自分の女優としての生き方の中においてすごく重要なことだったのではないかなと思っています。そしてその佐藤浩市さんと一緒に二人芝居ができたということ、それもすごく大きいと思っています。はい、です。はい、そうです。佐藤浩市さん、本田翼さんのこう人生運命の変わる出会いの一人になっていらっしゃいます。さっき指導
君がおっしゃった通り本当に難しい質問だけどやっぱりその日その日が出会いであって、でその作品に関わっている中で自分がどうなっていくのか、まあ先は分からない仕事じゃないですか。だから翼さんに僕はどういうふうにその現場の中でお互いの距離感の中にいたのか僕は分かんないけど、多分親父がそういう仕事をしてなかったら僕は出役にはなってなかっただろうし、でそこで一番最初に仕事した時に和歌山富三郎さんという方がご一緒させていただいて、まあ若い役者には厳しい方だったんですけど僕には特に厳しくて、でもそれも親父を知ってるからの厳しさなんだろうな。もう気持ちできたかって言われて気持ちできてないっす、わかんないっすって言ったら便所入ってこいって言われて、その某国営放送の1階の便所に30分ぐらい入ってて AD が気持ちできましたか呼びに来て、できてないっすね、あそうですかっていうのを小1時間繰り返してどうやったら気持ちってできるんだろうって自分で自問しながらトイレの個室にいたのはもう35年前ですからね。それから自分が今ここにこうして登壇できているという、でもそれも結局和歌山さんとそういうふうにしていただいたという、それがね、なんかそこまでの便所入ってこいって翼には言えなかったけど、でもなんかそういう我々は若い人たちに対してそういうふうなことをやらなければいけないという自分立場がなってきているのかなとも思いますし、うん、なんか出会うというよりは逆の立場のそういうふうになってるわけじゃないですか。なんかそこら辺がちょっと時代の変わりを自分の中で変わってきたなとは思いますけどね。はい、どうもありがとうございました。